皆さんこんばんは、ミリアです。今日は私の冬のスキンケアを紹介していきたいと思います。ということで早速始めるんですけど、まずすっぴんなのでもうね、初めからスキンケアをしていきたいと思います。まずは先に塗っちゃったんですけど、前に紹介した白色ワセリン、これね300円くらいかなで薬局で買ったのをリップとして使っています。めっちゃ唇荒れやすいんですよね。冬とかちょっと一日中お出かけとかしてるだけでもうすぐに唇が荒れちゃったりするので、これは寝る前とか会社とかにも置いて使ってます。でスキンケアをまずねしていきますね。まずは洗顔をした後にオイル状の導入美容液を塗っていきたいと思います。でこちらです、 RMK のダブルトリートメントオイルです。もうね今これぐらいしかない、もうリピートも3本目とか4本目とかです。でお値段がこれ1本で4400円になります。これを洗顔した後に4滴ぐらいかな、こんな風に手に取って顔に塗っていきます。乾燥肌だったんです私もともと、すごくもう化粧してもファンデーションが割れちゃって浮き出てくるような感じのすごく乾燥肌で、それがコンプレックスだったんですけど、すごくねお肌プルプルなお姉さんに何使ってるんですかって聞いたらこれ勧められて、使い始めたら乾燥肌がね全く気にならなくなりました。なんかその他にもお水を飲むとか他の保湿剤、保湿液とかも塗ってたんですけど、それプラスこれを塗ってて、このダブルトリートメントオイルの効果もすごいあった気がします。でこれをね初めに塗ると化粧水とかの浸透が良くなったり、あと肌が柔らかくなる、お肌が柔らかくなるから化粧水とかがしっかり入るので、これをね毎回塗ってます。あとどうしても化粧水つける元気がない時もう疲れ切っちゃった時とか酔っ払ってスキンケアできないって時はこれだけとりあえず塗って寝ます。いいのか分かんないけどっていうぐらい毎日使ってるアイテムです。夏はちょっとテカりやすかったりするので朝は使わずに夏は夜だけ、冬は朝晩使ってます。これおすすめです。結構友達にもねいろいろ紹介してるぐらいおすすめです。次はこれを塗っていきたいと思います。オンリーミネラルのヌードファーストシーブーストです。これを化粧水前に塗るんですけど、これは美容液になります。けど化粧水を塗る前に塗ったらいいみたいです。お値段が4800円になります。すごいね、こんなにトロッとした質感の美容液になります。これはね4種類のビタミン C が配合していたりするので、すごいお肌に優しい感じ。なんかオンリーミネラル自体が多分クッションファンデとか有名だと思うんですけど、とにかくお肌に優しいで敏感肌の方にも使ってもらえるようなブランドになるので、すごくねお肌に優しい成分、いい成分がたくさん入ってます。こんな感じで冬でもね結局日焼けするし、ビタミン C はお肌にとってもいいのでたっぷり塗ってきますなんかさ、そう YouTube をちょっと期間が空いてしまっちゃって、最近ちょっともう言い訳になるんですけど、バタバタしていて期間が空いちゃってて、すごいなんか動画を撮るのが緊張する、めっちゃ噛んじゃう、いやー。でもねそういろいろと撮りたい企画とか動画もあるので、また更新頑張っていこうと思ってます。また見に来てくれると嬉しいです。友達とかね呼びたいですね。はい、こんな感じでね今美容液塗って、わかるかな、わかる？すごいねもちもちする感じです。これを塗った後に化粧水を塗っていきたいと思います。化粧水がこちらです。オンリーミネラルのヌードバウンシーエッセンスローション化粧水です。でお値段が3500円になります。よし、このねオンリーミネラルのスキンケアは最近使い始めたんですけど、本当に良くて、もう高保湿高密着っていう感じ、夜スキンケアをしても朝まで乾燥しないもちもちした感じになるからめっちゃお気に入り。これをね手に取って塗っていきます。この化粧水も結構トロッとしてる感じで、なんかもう水分量が上がる感じが自分でもわかる。こんな感じで、ね、こんなにねゆっくり喋って動画回してやってるんですけど、朝とかは適
当だし、もうそれこそさっき言ったみたいにオイルだけつけて終わっちゃう日もあるけど、スキンケアはねやればやるほど自分に返ってくると思うので、私ももう23歳だし、首もしっかりしっかり保湿してずっと綺麗なお肌を保てるようにしたいなって最近思ってます。こんな感じテカテカかな。こんな感じで化粧水は完成です。で次に乳液を塗っていきたいと、あ乳液を塗っていきたいと思います。乳液もオンリーミネラル、こちらです。オンリーミネラルのヌードクロナイトチャージジェルクリームです。これをまあ3プッシュぐらいかな取ってお肌に塗ってきます。そう、お値段だね。お値段は4700円になります。これもね、まあ、そんなにベタベタしてないんだけど、保湿はちゃんとされるような、まあ、ちょうどいいクリームです。めちゃくちゃお肌乾燥肌の方とか、もうちょっと保湿したいなって方はプラスで塗った方がいいかも。だけどなんかね、オンリーミネラルは植物っぽい香りがするのも結構お気に入りポイントかも。なんかリラックスするような香りがする。もう12月か、今年も終わるんだね、早いな。なんかそう、クリスマスの動画とかあげたいかも。早く計画しないと。こんな感じ、これで一通りスキンケアは完成しました。でこれをした後に、私は寝る前に最後にクリームを塗って寝るんですけど、それがこちらです。メディキューブの CS クリーム、保湿クリームになります。そう、シカクリームって多分最近人気なブランドだと思うんですけど、あの緑の、こういう緑のパッケージの、これを最近薬局で見つけて購入してみました。なんかちょっと乾燥が気になるなとか、保湿がまだ足りないなって時とかに塗ったり、まあ寝る前にもう一回塗ったりします。ちょっとね、緑っぽい、これこの黄緑みたいな色のクリームです。これを最後に全体に塗って乾燥を防ぐ。なんか乾燥肌って、私も昔からずっと乾燥肌だったんですけど、頑張って保湿したり乾燥しないように徹底してると変わりましたね、体質、肌質が。すごいね、乾燥肌の方って多いと思うんですけど、びっくりするぐらい毎日保湿してお水飲んでっていうのを繰り返してると肌質って変わる気がします。てか変わりました。なので、皆さんも乾燥気になる方とか多いと思うんですけど、一緒にねスキンケア頑張りましょうはい、こんな感じですごいね、照明を当ててくださってるので綺麗に見えるんですけど、スキンケア完成しました。これで、まあ朝はねベタベタしてると化粧のりが悪くなるので、少しティッシュオフしてお化粧してっていう感じです。なので夏と違う点で言うと、このダブルトリートメントオイルを朝もつけることと、寝る前にもしっかり保湿をすることは冬のスキンケアならではかなと思います。あとは他のスキンケアも、夏は美白系を使ったりするけど、冬は保湿系を使ったりっていう風に分けてます。はい、あとね、もう一個紹介したいものがあったんですけど、これ最近ね買ったんですよ、やっと。クレドポーボーテのルセラムっていう美容液になります。これもうね本当に高いんです多分これ大きいサイズ 75ml の買ったんですけど、2万7000円とかすごい高くて、高級品なんで、まあ、なかなか毎日は使えないんですけど、すごくサラサラしてるのに浸透力が違ったり、これをつけて夜寝て朝起きると化粧のりが全然違ったりするので、これはまあおすすめです。けど私も週に2回とか3回ぐらいしか使わないんですけど、これも最近買ったスキンケアになります。はい、ということで私のね冬のスキンケアを紹介しました。夏は美白系を選んだりするし、冬は保湿系のもの、しっとり高保湿なものを選んで乾燥に備えてます。はい、こんな感じで私のスキンケア事情でした。またねー。